前回は、1、2、3、4段目の3ささ3ささ3っていう3がいっぱいあるところからまでやりました。次は打つというのの稽古と7とか10とかそういうのをやりますよ。3ささ3からいきましょう。3段目の右から、4段目、4段目の右から2小節目、3ささ3いきましょう。3はい。いいよ。いいよ。これフォーカッチャね。いいよ。お手本なのに喋っちゃったね。あ、いいでしょう。3ささ3がありました。次6464ですけれども、6464の2番目にうって書いてあります。これ内指でした。引く引く打つ引く引く引く打つ引く。次6を押さえてる、4を押さえてる指が6に移動して、これね、ついつい6薬指で最後も弾きそうになりますが、実は次は7を中指で弾きたいんで、ここで6に降りるんですね。ちいちんじょうじょう、4と6最初のうちね、届かない人多いです。そしてこういう指で押さえてる人も多いです。そうすると弾けないです。ちゃんと垂直に上から押さえないと弾けないので、まあ 3や2を押さえるとき親指をイエーって出せって言いましたね。こうやって出してました。この時は4のキュ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 って親指引っ込めないと、私の場合は指が広がりません。ここまでじゃないとこういう風になっちゃう。この指では本当にここね、ここが折れてたらダメね。ここがまっすぐ伸びてないとダメです。こういう風な手とこういう風な手やってみましょう。こういう手、こことここが開いてるんだよ。手の甲が開いてる。さあ今度ここが伸びてて、こうしたら絶対ここ開かないからね。こんな手になっちゃうから、ここが折れてる指、ここが開いてる。あー、ガチョーンとかウォンテッドとか、まあ、私たちの世代はそんな風に言いますが、ここが開いてる状態です。とにかくね、これは、薬指を伸ばそうとするよりも人差し指を上にやろうとした方が開きやすいように思います。これはご自分で一生懸命探してみてください。4と6の間、こんな手ですね。こうじゃないってことです。指が縦になってないで横になる。手首がこう折れますね。こうじゃないです。やってみてください。手首が自分の方に折れる。そう、そしてこうじゃない、外の方に折れてないで、グリル、ぐる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 って巻いてるってことですね。そんな風に6464を弾きたいです。さあ人差し指で4を押さえて6464いきますよ。弾く弾く打つ弾く。3、さあ、チチンチチチンチ。どうですか？できましたか？もう一回やりましょうか。3、はい。右手。タタンタタタンタ。あ、なんか覚えてませんか？タタンタが多いと言いました。これもタタンタなんですね。フォカッチャ、どうも私お腹が空いてるらしいですね。タタンタ、もう一回いきましょう。6464、サンハイタタンタタ。降りるよ、今降りるよと言いました。人差し指が4のところから6へ降りるよという意味で言いました。じゃあ三ささ三さささからつなげましょうかね。さんはい。
降りる。次中指で、中指たたんた、うん、打った打った、いいよ。7、10、7、6。さあ7は6、4、6、7を何度か稽古してください。3、はい、4、もう一回、この音程関係、6と7の距離、こんな感じですね。さあ7、10、これね、7、10はもう気合で飛ぶしかないっす。もう噛んどころというくらいですから、噛んで飛ぶんですけれども、何度かお稽古してるうちに近づいてきます。自分でよく聞いて、この音でいいかなと思いながらお稽古してください。7、10、7、6、いきましょう。3、はい、どうでしたか。1回目は違ってても、さっき言った中に戻ってきて、もう一度今度はちょっと気をつけようっていう風に、自分で聞いてフィードバックする。それであとはね、私なんかは10だけ印つけてます。もうお恥ずかしいですけれども、10と4だけはつけてます。勘どころのシールはできれば外してほしいですけれども、まあ10ぐらいはつけてもいいんじゃないかなと思っています。もう一回7、10、7、6いきましょう。3、はい、次いくよ。たたんた、うんうんうん、最後ちりちり、はじきですね。これも引っかく弾き、この時もこういう手にならないで、こういう手でやってください。ヨーヨーローヨー103、はい、もう一回、次行きましょう。お、救いの時、肘が動かないにとか、持ち上げないように、この手首のここが中心となって円を描く、ん、この状態で救います。行ってきて、持ち上げようとしないで、行ってきて、ついでに引っかかるだけ。とちちりとちちりとちちりちり、3、はい、ささ3からここまでやってみましょう。さんはい、いや、打つ打つ、降りる。さあ気合でいくよ。いいや、肘が動く。